で、鍵を閉めた瞬間に、その教室の中から、ギーバタ、ギーバタ、音が聞こえてます。もう明らかに、もう教室の中から聞こえてますよね。月と楽しいを追求する、デイトナ YouTube です。今回は、特別顧問の、本田先生にオカルト話を伺ったということで、はい、本田先生結構話うまい。いや、なんかもう聞いちゃいます。ちょっと怖めかなと思います。はい、手に汗握りながら聞きたいと思いますので、はいはい、それではどうぞ。こんばんは、オカルト部梶原です。今回も本田先生にお越しいただいております。ありがとうございます。呼んでいただいて。本田先生の、結構多方面から、はい、まあ、一部部員の方からなんですけど、はい、ちょっと、触れ上がるような、怖い話を聞きたいという声が出ておりまして。わかりました。私の出番ですね、それは。まあ、ちょっとね、皆さん洋服の仕事普段されてるということで、まあ、僕も、はい、まあ、そういう学校出てるので、ちょっと一つファッションにまつわるような話をさせていただければと思います。はい、僕はまあ、ね、この世界で有名な文化服装学院、卒業してまして、はい、で僕がいた頃ってのはですね、深澤君の学校はどちらで？僕は九州の大学ですね。あ、そうですね。はい、僕がいた頃はその文化服装学院っていうのは円形校舎っていうの有名な古い建物がありまして、うん、1年の時はそこで学んで、2年になると隣の、まあ、校舎に行くんですけれども、で、まあ、2年になった時はですね、まあ、文化服装学院ってすごくやっぱり課題が多くて、まあ、普通にやってたらそもそも終わらないぐらいの課題が出るんですよね。で、プラスバイトもしなきゃいけないので、みんなもう本当にバイトしながらもうみんな協力して課題を終わらせて、で、なんとか終わらしてるっていう時があって。で、ある日、やっぱりこう、なかなか終わらないメンバーで集まって、みんなでこう、課題をやって、やっぱり8時、9時になるんですね。で、まあもう周り誰もいなくて。で、じゃあもう鍵閉めて今帰ろうや。ちょっと4人いたんですけど。で、鍵閉めて、まあ出たんですけどね。当時、その僕のいた校舎っていうのは、まあ2年4組で、で、一番廊下の突き当たりだったんですよ、僕のクラス。で、まあその、円形校舎の方に向かって歩いていって、まあ外に出るって感じになるんですけども。まあみんなでもう真っ暗なんですよ、夜は。とにかく古い校舎なんで。で、まあ歩いてる最中、その僕が忘れ物してしまって、ちょっとその鍵を預かって、ちょっと取りに行くから、ちょっと先出ててよって。外で待ってて。あ、分かった。で、まあ自分一人でこう、まあ戻っていくんですけど、まあもうかなりもうその教室が離れたので、こう教室にくるっと振り返ったら、もう本当に真っ暗で、もう先が見えないんですよね。普段だったら、その廊下の突き当たりに、その、なんか消防の赤い光が見えてるんですけど、その時見えなかったんですよね。なんかずっと廊下がこう、まあ延々ついてるように見えて、あ、なんかちょっと怖いなと思ったんですけど、まあまあ、そうも言ってられないので、まあ戻って、まあ鍵を開けて、自分の忘れ物を取って、もうちょっと急いで帰ろうと。で、鍵を閉めた瞬間に、その教室の中から、ギーバタ、ギーバタ、音が聞こえてくるんですよ。もう明らかに、もう教室の中から聞こえてくるんですよね。で、しかも周り誰もいないので、その音がするわけもない。もう、これはもう絶対もう、まあそういうね、何か、怪異なことが起きてるんだなと思って、もうダッシュで逃げて、みんなのところに行ったんですよね。で、こう、まあ電車で帰ってる最中に、その音っていうのが、なんかこう自分の聞き覚えがある音だなと思って、うん。何の音なんだろうと思ったの、ギーバッタ、ギーバッタの音ですね。これ何の音なんだろうと思って、ずっと考えて、まあ思い出せなくて。で、こう家に戻って、自分の部屋にこう上がる最中に、その音っていうの焦点に気がついて。何かっていうと、当時その、うち、僕実家に住んでたんですけど、おばあちゃんがずっと使ってた足踏み式の古いミシンがあった。それってギーバタギーバタの音がするんですよ。その足踏み式ミシンの音がしてたんですよね。まあ当時もうミシンの音が全部電動のありえない音がするんですよ。で次の日その、まあ、先生にその話をしたら、その、まあ、やっぱり文化装備のもう100年以上の歴史がある学校で、まあねやっぱ100年前っていうのはなかなかその状況も厳しい中で、ね、帰ってる最中に亡くなる人も大勢いた。その時にやっぱりこう、まあ、卒業できなかった人っていうのが、まあ、自分が死んだとか気づかず、未だに、まあ、授業を受けてるんじゃないかっていうのを聞いたことがあります。
まあ、皆さんね、この学校多分文学層に出てる人多いと思うんですけど。多いですね。うん、まあ、ちょっとね、すごい昔はそういう話もあったってところをちょっとお話しさせていただきました。ちょっと後半の仕事に響きそうなぐらい、うん、ちょっと怖いですね。まあ、この会社も残ってる何かあるかもしれませんね。お時間がやってまいりました。今回はこちらにいて終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう学校で、はい、学校であんなことあったら本当に行きたくない。行きたくないです。嫌です。でも勘弁してほしい。やっぱよく覚えてるもんですね。覚えてる。だから本当恩田さんはね、多分感じやすいんでしょうね、人よりも。よかったです。もう何も感じない体質で。はい、はい、それでは皆様、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。